皆さんこんにちは。今回は、以前に取り上げた動画について後日談があるので、それについて紹介します。当時は発見できなかったものが見つかったのですが、それでも謎は残ります。一つ目、セイコーの CM、かなり前に、内容が意味不明な詳細不明の CM を調査する、という動画をアップしました。YouTube に詳細不明の CM というタイトルで15年ほど前にアップされた動画があります。束縛と解放という文字が書かれた2枚の画像が表示されており、さらに自然な、人工的なという対になるワードが次々と表示されていくという映像ですが、途中で表示されるはじめと中と書かれた2枚の写真のシーンに奇妙なものが映っているのです。丸太の間から、不気味に覗く人の顔が見えるのがわかるでしょうか。明らかにこちらを覗く人の顔のように見え、非常に不気味です。最後に、すべてはバイポーラから生まれる、と表示され、この映像は終わってしまいます。このような映像が、YouTube で詳細不明の CM、としてアップされており、映像だけでは何の CM だったのかわかりませんでした。これについて調べたところ、ある時計メーカーの CM で幽霊が映っていたという騒動の情報がネットに残っていることが判明しました。知恵袋の回答を見ると、クレドールの HP で公開されていた映像だということがわかり、過去のホームページのアーカイブを確認するとそれらしい映像がアップされていた形跡が見つかりました。このことから、YouTube にアップされた映像については、時計のプロモーション映像であることが判明したのですが、結局この丸太の間に映る顔について、正体は不明となっておりました。2チャンネルの書き込みによれば、心霊ではない、というアナウンスが公式からあったという話がありましたが、真相は不明です。結局、単なる木目が顔のように見えてしまったのではないかという話をして、以前にアップした動画は終わったかと思います。しかしながら、よく考えるとなぜこの部分だけ間に木目が見えているのかという謎が残るわけです。公式からのアナウンスがあったという情報も根拠が見つからないので、この顔についても謎だったのですが、当時、この騒動について言及しているブログから有力な情報を発見しました。2005年5月の記事ですが、例の動画に関する内容で、公式に直接問い合わせた方の記事です。電話で問い合わせた内容の音声と、メールの回答が記載されており、音声はアーカイブにも残っておりましたが、聞き取りづらいのでメールの回答を見ていきます。これが回答内容ですが、実際に人の顔、であると書かれています。意図としては、エネルギーの緊張感ということに関連づけております。とのことで確かにあのシーンにはそのような字幕があります。古の日本から引き継ぐ固有の意識、両極から生み出されるエネルギーの緊張感、と書かれていますね。どういうことなのか、ちょっとわからないですが人がこちらを見ている、という構図にすることで緊張感を表現しているのでしょうか。電話の音声も、心霊映像といった類のものではない、と話されており、これは制作側が意図して入れたもののようです。セイコーの電話受付の方も、こちらでも何なのか不明、と当初は答えていたらしく、すぐに確認できる映像制作時の資料などに記載はなかったのでしょうか。外注した映像で確認が遅れていたのかどうかは不明ですが、この顔がセイコー側が提示した表現のイメージであれば、すぐに回答できてもおかしくはないのですがこの点がちょっと引っかかります。この映像、明らかに心霊映像っぽくなってしまっていて、そもそもこんなところに顔があっても視聴者側にイメージが伝わるのかという話ですが、とにかくこれは顔であることが過去に判明していたことは確かです。当時の撮影スタッフが誤って映り込んでしまって無理やりコンセプトに合わせたという言い訳をしているのではないかと邪推してしまいますが、とりあえず公式が把握しており、どのような声明を出していたのかも判明しました。二つ目、丸亀隆弘。
視聴者から届いたオカルトネタ紹介パート37で紹介した話です。2010年前後、札幌市清田区で、ある男性の写真が流行していたというもので、表面はやや小太りの20から30代の男性の証明写真で、裏面には丸亀高博と書かれたテープのようなものが、貼られた長方形の厚紙が、浴路上に落ちていたという話でした。一枚の写真が落ちていただけであれば、そこまで不思議ではないですが、同じようなものが落ちているとなると不気味です。この件について情報を募集したところ、90年代から2000年代にも似たような写真が落ちていたという話がありました。この時は男の子の写真だったということで、リクエスト主さんが見た2010年前後の写真は、成長した同一人物なのではないかという説も浮上し、だとすると90年代から自身の写真をばらまいている謎の人物がいるということになり、かなり気味が悪い話になってきますが、こちらもリクエスト主さんから実際の写真を見つけていただきました。まずこちらが裏面ですが、確かに丸亀高博と書かれたテープが貼られています。こちらが表面ですが、確かに30代くらいの男性の顔が写っていますね。男性はこちらを見ており、背景にはカーテンや服のようなものが見え、おそらく室内で撮影されたものと思われます。確かに写真は厚紙のようなものに印刷されているようで、白い余白がありますね。このような写真が札幌市清田区で大量に落ちていたということで、証言通りの写真は確かに存在しています。実物が見つかれば何かわかるかと思ったのですが、証言通り名前と男性の顔が写っているだけなので謎です。わざわざこの写真を印刷し、裏に名前が書かれたシールを貼って、これを道路にばらまく理由が見えてこないんですよね。とりあえず、実物が見つかったということでこの動画で紹介させていただきましたが謎が残る話になっております。この写真について、同じようなものを札幌市で見たという方がいらっしゃいましたらコメントいただけると嬉しいです。宣伝目的の写真であればまだわかるのですが本当に普通の男性が写っているだけで、裏面には名前が書かれているだけなのでこの人物を探そうとしているのか、本人にしかわからない意図があるのか、90年代から2000年代に同じような写真を見たという情報もあり、かなり不気味な写真ですね。以上、前回出した動画の後日談になります。どちらも新たな情報を発見できたものの、謎が残りますね。個人的には、丸亀高博の写真が気になりますが、これは一体何なのでしょうか。